サウンドトライブセクター9はアメリカは北カリフォルニアのサーフシティ、サンタクルーズを拠点に活動する5人組のインストゥルメンタルバンド。インストゥルメンタル、エレクトロニカをベースにしているが、ファンク、ジャズ、ドラムンベース、サイケデリックミュージック、ヒップホップなど様々な要素を取り入れている。生音とエレクトロニックなサウンドを融合させたグルーヴ感のある音楽を展開する。 2010年3月現在、5枚のスタジオアルバム、1枚のリミックスアルバム、1枚のライブ DVD を自主レーベル1320レコーズよりリリースしている。1990年代後半にジョージア州アトランタにて結成し、2000年の後期に北カルフォルニアに拠点を移す。1999年の初期にジェフリー・ラーナーがバンドに参加するまでは、 4人で活動を行っていた。最初の2枚のアルバムを出した、サイのバンド名は、セクター Q であったが、既存のロングボード会社と同じ名称であったため、サウンドトライブセクター Q にバンド名を変更。彼らのライブパフォーマンスや環境を作り、バンド名の Q、バンドスケジュール等、根本には、マヤの要素が大きく根ざしている。通称として、サウンドトライブ、または、 STSQ と呼ばれる。日本には2002年に初来日以降、フジロックフェスティバル、朝霧ジャム、メタモルフォーゼなど、大型フェスティバルにも参加。2009年に日本ツアーを行う予定であったが、来日キャンセルとなっている。2014年1月に、バンド結成メンバーのデビット・マーフィーの脱退が、アナウンスされ、代わって、アラナ・ロクリンが加入した。ありがとうございます。